結局クルーゼってコーディネーターなの、に対するみんなの反応をまとめてみた。ナチュラルなの、どっちなんだい？ナチュラルの複製人間だから、ナチュラル。コーディネーターに近いナチュラル。元となった人はナチュラルだけどクローンで生まれてるからコーディネーターみたいなもんだと解釈してる。コーディネーターとしての遺伝子操作は受けてない。ただある、だ、フラガのクローンなんで厳密な意味ではナチュラルではない。コーディネーターではないからあの世界の扱い的には一応ナチュラル。いつもラウとフラガを形容する言葉選びが面倒くさいんだけど、総じてニュータイプって扱いにしていいんじゃなかろうか。クローンのコーディネートはあの世界でも無理なんかな。病気に強いとかコーディにした方が利点あるのは確かなんだし。下手にいじってフラガのニュータイプ的な特性が消えたら意味ないし。単純にある、だ、フラガが、息子もダメだったからもう俺のクローン作るしか方法ないわってなったのが原因だから、下手にいじるって選択肢がなかったんだろう。あの高スペックでダメ判定とか高望みが過ぎない。そりゃ父親はそのムーの上位互換だからな。コーディネーターを弱扱いできるムーよりすごいんだぞ。言うてもムーのすごいとこ運動能力とか空間把握みたいな戦士性能だけだからな。それはビジネスマンのあるダフラガの後継者に求められる資質ではない。にしても例えば鬼滅のウブヤジキ一族のようにビジネスチャンスに活かせる使い方ができないとね。クルーゼの作動がびっくりするぐらい転がったのってフラガ因子がネガティブ作用した結果じゃねえかな。要所要所の、ふむ、が的確すぎるんだよね。ということは霊もナチュラルなの。霊は設定上ナチュラルとは明言されてないんだけど、ラウと同じ境遇だからほぼ間違いなくナチュラル。あと、放送終了後のスタッフインタビューかなんかで、霊はナチュラルとは言われてたはず。分類上はナチュラルだよ。コーディネーターとナチュラルの境目ってどこなんだろ。第2第3世代って直接いじってなくてもコーディ扱いなの。コーディ&コーディは遺伝子操作特性が受け継がれるのでコーディ。人為的に編集された事実が基準なんだな。第1世代コーディネーター遺伝子調整を受けた人間、第2世代コーディネーター第1世代の調整された能力を引き継いだ子供、クルーゼ人工的に生まれたが遺伝子そのものはアルダフラがそのまんまなのでナチュラル。そういや霊って結局クルーゼの弟みたいな感じなの。階層だと霊の幼少期でクルーゼは今と変わらないしクローンを複数作るとは思えないんだが、エクステンデッドみたいな扱いを受けてたことから考えるとどっかでフラガ遺伝子が漏れて実験で生み出された私生児みたいなクローン。設定だと同じある、だ、フラガのクローン、クルーゼを生み出した後も本人は満足しなくてクローン生産は続いてたけど、クルーゼがある、だ、フラガを襲撃して研究施設は崩壊。その時にクルーゼに保護されてその後はズランダルが後見人になって成長した、ある、だ、フラガやクルーゼがナチュラルなんで霊も多分ナチュラル。生命科学やってる俺の想像でしかないけど実験やる時って検体一つしかないってまずないから、失敗した需要の予備の肺だったとかそんなんじゃないかな。現在やられてるごく普通の人工受精でも受精卵複数確保するのは普通だしな。スーパーコーディネーターが 100% 設計通りには生まれることを指している以上、逆に言えばコーディネーターは設計から必ずずれるわけだし両親の血に自信があるならコーディネートしない方が良さそうではあるよね。ムーってめちゃくちゃ優秀なのになんでクルーゼ必要だったの。なお、公式のキャラクター生年月日にはムー CE43 年生まれ、クルーゼ CE46 年作成と記載されてるので、ムー父は遅くともムーが3歳なる前に見切りつけたっぽい。ひってぇ。2、3歳未満の幼児見て、あ、こいつ俺より才能ないわとか判断できるもんなん。一応本編中の描写見る感じ両者がフラガのニュータイプ的な能力持ってるなら感応的なことはできるからそれで判断したんじゃなかろうか。それこそある、だ、フラガが物心ついた時にはすでにニュータイプ的な感覚開花してたからムーが物心つくぐらいの歳なのに感応しなくてこれあかんわってなった可能性はある。それあるだのスペックがおかしかっただけじゃ。性能不足じゃなく、母親の影響を受けているからってことじゃなかったっけ。結局、クルーゼが欠陥品だって分かって続く霊も欠陥を克服できないことが判明したので実子のムーに切り替えたってこと？はい、クローンは寿命が短い自分と同時期に死んでしまうと分かったのであっさり諦めて再びムーを後継者にしようとした、ので捨てられた幼少クルーゼに放火されて死んだ。ムーが性能的に頼りないな、自分のクローン作るか。クローンの寿命短いやん、はぁ、つっかえ、出来悪やけど息子にするか。クルーゼ、ふざけんなよボケが放火、ムー父、ぐわぁ。流れとしてはこんな感じ。
コーディネートしてねえよ、コピーだよ。コーディネーターかナチュラルかならコーディネートされてないのでナチュラル。人の自然そのままに生まれたものというジョージ・グレンの言葉を借りるなら、クローンという自然的な方法とはかけ離れた手法で生み出されたので厳密にはナチュラルではない。つまりコーディネーターでもナチュラルでもない。子供の頃のムーと普通に遊んでる写真あったり何かクルーゼ作る前後だけ行かれてるんだよなある。失敗作だったクルーゼの面倒も自分の家で見てたわけだし数年とはいえ年取って落ち着いたんかな。落差ひどすぎるだろ。ちょうどコーディネーター第一世代が成人し学術、芸術、スポーツと各方面で活躍して、第二世代コーディネーターが生まれ出した時期なんよね。ムーパパ、ムー生まれたあたり猛烈に不安だったんじゃないかな。俺はコーディともにも負けない才能を持ってるが息子は、フラガの資産を守っていけるか、ってかなりムーを辛い目に評価したんだと思う。そういう意味で設定うまくできてるけどかのトエは。そしてクルーゼを生み出したあたりで近畿の研究に手を出したことのやっちまった感で正気に戻ったのか。あるは別に正気に戻ってないよ。クルーゼ後継者にする気満々で家にも迎えたけど、クローンの寿命が短いことを知って放り出したんだから。でも、そのコーディネターっていうかスパコビ計画に出資してたのもムーパパなのでは。正確には、ある、金を払うから俺のクローンを作ってくれ、幽霊よっしゃこの資金で俺の息子をスーパーコーディネーターにする研究したろ、ついでにクローンをその実験体にしたら一億二兆、こんな感じなんて、スーパーコーディネーターには出資してない。つまりスパコ技術ってクローン技術とコーディネーター技術の愛の子ってこと？いや技術的なつながりはない、資金調達に使っただけで。なるほど、キラとムーは微妙に関係があるのかと思ったけど想像以上に縁が薄かったいや縁があるだけすごいけど。控えめに言って詐欺じゃねえか。コーディネーター技術は想定とずれるから使いたくないけど、完全に想定通りに作れるなら使いたいからスーパーコーディネーター計画に賛成だったとか。昔のことだからあるとスーパーコーディネーター計画が直接つながってたのか、つながってないけど資金稼ぎのためにクルーで制作してたのか覚えてないが。ムーの能力じゃなくて妻の教育方針が気に食わなかった。だったら私の複製人間を私が教育すればええやん。寿命が短いじゃないか。クローン技術の欠陥で本編では肉体的には老人だからな。ムーの母親との確執ができたからムーを見限ったって設定のソースってどこにあるのか誰かわかる。3歳前後のムーの能力測り切ったってよりは説得力はあるんだけどどこ情報かわからないから大っぴらに言えないんだよね。そもそも本編であの女の子供とか言ってんだが、確執とか直接のトラブルは描かれてないけど、依頼過程で下に見てるのがわかるのよ。小説だと妻が屋敷に勤める使用人の子供たちと一緒に学ばせる遊ばせる方針が気に食わなかったと書いてあった気がする。そんなこと言いつつ結局自分も飛行機のおもちゃ持たせて肩車してあげるんだ。クローンがダメだからムーしかいないからね。むしろ敬意がバラされたせいで、かつて与えられた愛にすら欺瞞を感じざるを得ないムーさんの悲しみ。見てる側だってわかんないから勝手に保管するしかないのよ。ただあの女の子供になどとか言ってる以上奥さん絡みとしか思えないのよ。そもそもちゃんと結婚してんのか法的にそれすら定かじゃない。そういうつながりはないけど、クローン派犯罪とか渋ってたあれで順法精神はあった幽霊さんが、結局いくつも作っちゃうぐらいには金をくれたようだから、フラがけなくして作れないぐらいに研究は大変だったのかもしれない。存命中にカーボンヒューマン技術知ったらどうしたんやろなあるだ。ある、が、フラがってそもそもなんで自分のクローンが欲しかったの、優秀な後継が欲しいならムーをコーディネートすればよかったんじゃないですかね。自分より優秀なコーディネーターがいなかったからコーディ技術に見切りをつけたのかもしれないね。遺伝子いじくっても自分の足元にすら及ばなかったからね。そもそもある、だ、フラガがコーディネーターより優秀だから、自分の後継者を望んだ時にコーディネーターにしても俺の方が優秀だからな、ってうぬぼれてた可能性。実際自分のクローンとスペック盛りまくったスーパーコーディネーターが互角だったし説得力ある。多分スパコでようやく旧大点、異常な感の良さとかは真似できない。ムーパパ、スペックがバケモンなんだろうなというのはクルーゼやれいでわかるけど、ご本人自体の功績やらはよくわかんね。確かあるだ。っていうかフラガケって異常な空間認識能力で未来読んで投資で儲けてきたってどこかで言われてたような。序盤から遺伝子操作じゃ説明できないフラガケで共鳴基金してる。クルーゼは老化でバフ&ナチュラルと知られてないからコーディ OS でプロビデンスと考えると負担もやばかったと思う。ナチュラルのクローンなのでナチュラルとも言えるし、
人為的に生まれてきてるのでコーデイとも言える。すれ読んでないだろ。遺伝子的にはナチュラルでこの話はおしまい。1です、すれたいだけ見てコメントしてました。これからすれ見ますごめんなさい。謝れて偉い、と言いたいところだけど、そもそものスタート地点がそれなのはさすがに褒められないかなって。結局のところただの一人の人間だし、儚い命の一つに過ぎない。ナチュラルだけど、波のコーディネーターを凌駕すると書くと、ノイマンやムーも同じ感じか。コーディネーターはあくまで遺伝子操作によって生まれた存在だから両親が持ってない遺伝子、才能を持たせることはできないからな。まあそれでもコーディネーター作れる両親は優秀な富裕層だから優秀な遺伝子をたくさん持ってる。あくまで設計通りになるのはスーパーコーディネーターだけだから良くも悪くもブレは生まれるよ。コーディだけど才能面はいじってないシンみたいに上ブレ個体もいる。仮にムーやノイマンの遺伝子で生まれたコーディネーター。で親の能力をさらに超えられるのかな。僕は人の自然そのままにナチュラルに生まれたものではない、メンデルでのジョージ、グレンのセリフの引用だけど、自分自身のことを言ってるんでもあるんだよね。人種としてはナチュラルだけど自然に生まれた存在ではないという。遺伝子的にはナチュラルだが自然に生まれた存在でもなく、調整されたコーディネーターでもないスーパーコーディネーターのバーターマと存在。コーディというのは安定的に80点以上のやつを生産できて安定して優秀だけど、秀才だけで天才がいないイメージ。ナチュは品質が安定しなくて80点以下が大半だけでたまにファンブルして100点が出たり、120点の怪物みたいな天才が出るイメージ。イメージだけの妄想で草。ハンレイ・アスラン、ザラ、平均値が高い上にたまに天才が発生する、が妥当だと思う。発生率はナチュラルと同じくらいでも不思議はないだろうけどデータがあるわけではない。つまりクルーゼラは CE におけるカテゴリー F 的な何かってことか。CE のカテゴリー F はカナード、パルスじゃねえかな。コーディネーターでもナチュラルでもないクローンという別枠、ナチュラルにもコーディネーターどちらにもにも属してないことも孤独を助長する一因だし。ラウやレイを見てるとある、だ、フラガのスペックマジでやばいよな。努力すればコーディネーターの中でもトップクラスになれるっておかしいだろ。これでも遺伝子元はただの器用人でしかないというね。コズミック、イラ世界のアムロ、レイとか言われるだけある。スーパーコーディネーターでもナチュラルの天才中の天才には、及ばないって設定じゃなかったけ。軍人として鍛えてたらアコードもびっくりの強さだったかもな。あるがクローン作るのに相手はどういう感じだったんだ。普通反対しないか金でなんとかしたのか。さすがに本編見てるのか疑うわ、金でなんとかしてたろ。一作目もだいぶ前だしそんな怒んな。ムーでクローンは寿命の問題があるってわかってるのにレイが作られたのは明らかにおかしい。無理やり続編作ったせいか種子は設定が甘いのが目立つ。寿命が短くても兵器としてなら十分使える。アルダフラガの特殊能力テレパシーとか未来予知の再現実験とかいくらでも価値ある。それに欠陥クローンなら反乱や脱走されてもどの道長くないし。バカ発見。クルーで作った時点では寿命の問題はわからなかったんだよ。スレ嫁や。ナチュラル超人のクローンとか欠陥があっても、それだけで研究対象としての価値は非常に希少で高い。だからラウと議長が助けに来るまで研究所で軟禁されてたし、レイの元になった灰がラウのスペアとして保存されてたものなら、依頼者のアルがいなくなった時点でほぼフリーの研究素材。憶測の域だけど時間差で誕生した理由はこういう経緯があったかもしれない。まあ年齢と時系列が合わないから量産資金意思おかしくね、とかだったらわざわざ保存してたの。手前から言われたのがニュータイプ研究でフォローされたのは確かにだが。ムーでもコーディネーター用のモビルスーツは扱えなかったしやっぱり能力的にはアルダフラガの方が全然上なんだろうな。クルーゼがコーディネーター用 OS でも乗れるのは血を吐くような努力をしたからだよ。ムーはそこまでする必要がなかったからしなかっただけの可能性もある。物語序盤だと連合は G 兵器しか MS がない上に、ムーは戦場に出てろくに訓練する時間もなかったからね。コーディネーターでも訓練もしないと MS 動かせんだろうけど、やっぱりキラはおかしいわ。ほぼ訓練なしで実戦とか。そらムーを劣等とみなしたのが自身のクローンを作るきっかけだからな。ムーを後継ぎとして認めたくなかった理由は、あんな女の血が半分も入ってるという感情的なものなので、能力不足だからというわけではない。手を加えられて生まれたって意味ではコーディより、優れてるか否かを決めるの結局人、もしくはその時々で違う環境なんで、石器時代の勇者が最も優れた人種と判定される時代もあるだろう。
遺伝子をまさぐったコーディネーターでも自然に生まれたナチュラルでもない、最終決戦での、私にはあるのだよ。この世界のすべての人類を裁く権利がなも多分そういうこと。コーディネーターも、当時の遺伝技術でいじれる限りのものだから。フラガケの才能みたいのは技術でいじれなかったんだろう。スーパーナチュラルです。自分らうの遺伝子に修正すべき欠点があるわけないって思想で調整はしてないんじゃねえかな。テロメアまで未調整なのは現場猫案件じゃねえかと常々思うが、こいつの遺伝子複製して作られたのが、プラントでも上積みの中の上積みのクルーゼと、訓練学校首席卒業の例だから、そりゃコーディネーターなんてじゃこだわってなるわな。いや、その優秀遺伝子を参考に人為的に作り出すのがコーディなので大した云々はお門違いだが、しかし重要人物なのにある本人あんまり出てこないよな。行動王と明らかに問題ある人間性だけど、ムーの肩車写真がわざわざ描写されたり、それだけの人間じゃないようにも思える。そもそも本当に死んだの。司法に金つかませて火傷負ったけど実は生きてたとかない。これだけ天才性が謳われてるのに自分のクローンとはいえ子供にあっさりやられるのか。シードも今後また続編作られることがあったら、実は生きてました展開があるかもしれないな。新たな敵作るのも大変だし、連合のエクステンデッドに関わってたとかなら深夜ムーと因縁できそうだし、ジョージグレンが脳みそだけで生きてるし、同じことされてても違和感なさそう。そう、真面目な話題なのに、もう目の色が違うわの画像を見るだけで笑ってしまう呪いにかかってしまった。目の色が違うわはシードの倫理観というか世界観を表すのにすごい便利というか、象徴的な単語だよね。小難しいセリフを並べなくても CE という世界は人の命が工業製品同然になって、平然と命をもてあそぶとんでもない世界だということが、一言に集約されてるんだから。すごく優秀な人物のクローンだからコーディネーターよりも業が深くてナチュラルって表現がしっくりこない。ナチュラルのパイロット限定の強さランクだとクルーゼが最強でムーレイ3バカがそれに次ぐみたいな印象だな。ギャー1クルーゼ、ギャー2ムーレイタネの3バカ、ギャー3タネシの3バカ、ギャー4カガリ。幼少期にムーに見切りつけたのは、やっぱりあの世界遺伝子で成長性を見るくらいはできるのかな。どう転んでもデスティニープランに近い統治が将来的には当たり前になりそうね。遺伝子いじる技術あるし、親の遺伝子と比べての才能診断とかも普通にありそうなのよね。3歳で見切りつけられたのはこういうの使ったんじゃないかな。ガンダム号だと登場初期からコーディネーターじゃなかったな。高価でコーディネーター扱いにできるコーディネーターの振りができるデザインだったけど、遺伝子に変化クローン失敗による短命化を与えてるし、マイナス調整したコーディネーターと呼べなくもないかもしれない。バレなかったのも剣様シーン。遺伝子がナチュラルとは違うな、よしこいつはコーディネーターやとかかもしれんし、連合にいるコーディネーターであるキラとザフトにいる一応ナチュラルであるクルーゼの二人は実はマラクナ立ち位置だったりする。コーディネーターの特徴で病気にかかりにくいっていうのがあるから、その恩恵はないんでしょうかね。ナチュラルなら脳みそゆで卵になってた地球効果に数日熱出てるだけで生きられるのは多分ラウル・クルーゼさんにはできない。病気にかかりにくいコーディネートをしたコーディネーターはいるが、コーディネーターの特徴に病気にかかりにくいは存在しない。正確には既存の病気に罹患しづらくなるだね。コーディネーターは遺伝子多様性を失っているから、新種の病気が流行るとコーディネーターは全滅する可能性がある。ちなみになぜか S にインフルエンザという新たなウイルスが流行した際、新種に弱いはずのコーディネーターは平気だったらしいですよ。やっぱりプラントの生物兵器だったんじゃ。そら、新種に弱いが間違った理解だからだろ。病原体がどの程度変異しているかで影響は変わりうる。S にはコーディネーターの免疫で抑えられる程度だった。で説明はつくよ。状況証拠的に怪しげなのは否定しないけど、遺伝子多様性が低いことでコーディネーター全滅、ナチュラル一部だけ生存、とかがありうるのとは別問題だ。そういえばある、だ、フラガッテアコードよりすごいの。なんかスーパーコーディネーターのキラと互角くらいって聞いたんだけど、いまいちどっちが上かわからん。モームーとラウトレイはあの世界で希少なニュータイプでいいんじゃね。スパロボジェイだとなぜかコーディネーター技能あるからなくるぜ。アスランの嫁ニラクスが選ばれたのって、アスランがコーディとして遺伝子まさぐられすぎてて、プラント人の中では第一世代アコードのラクスとしか子供作れる可能性ないからなのかな。